ってくれたということは、皆さんもちろん猫好きですか？はい、あ、ありがとうございます。いっぱいいますね。じゃあせっかくなのでもう一度聞きます。私が皆さんに猫好きですかって聞くので、猫が好きな人は大きな声でニャーって言ってください。本気ですよ、いいですか？じゃあまずは子供たちと女性の方からいきましょう。遠慮で可愛くお願いします。いいですか？それではいきましょう。子供たちと女性の方、猫好きですか？可愛い、可愛いですか？ありがとうございます、可愛い。じゃあ次は大人の男性の方いきますよ。準備はいいですか？期待してますよ。それではいきましょう。男性の方、猫好きですか？ありがとうございます。寒気がしました。皆さん猫好きになりたかったです。今日は皆さんにもっともっと猫好きになってもらうために、このキャットストリートにいる猫たちに猫たちの身体能力の高さを見せてもらいましょう。さあ、それも進めトップバッターのアンパちゃんです。ではエル、どうぞ。トップバッターは元気よく2頭の猫が登場。やってきたのはエキゾチックショートヘア、こちらがエール、そしてディアです。この2頭にはかっこいいジャンプ技を披露してもらいましょう。まずは第一歩の背中にジャンプ。 OK、 決まりました。次に挑戦するのは足首に。足首にはこんな風に開いた足がつくまま水をたぶりつつ、またエールは順調にゴール。ディアも一生懸命頑張ります。ピッチにピッチに、もう順調です。もう一個下がれるかな。もう端まで行ったところで戻ってきました。さあ、それでは早速皆さんにご協力をお願いします。輪っかをお持ちの6名様、今輪っかをお膝の前に準備してください。輪っかは全部で6本、左右に3本ずつあります。それではあちら、ビアーからスタートです。ビアーの輪っかジャンプスタート。1本目集中してね、赤い輪っか、助走をつけて。そうじゃない、そうじゃないさ。もう一回チャレンジしましょう。いいですか？それでは行きましょう。もう一度リベンジ。ディアの輪っかジャンプ、一本目赤い輪っかできるかな。うーん、頑張って。やってないから。じゃあもう一回、じゃあこちらエール先に行こうかな。じゃあエール、こちら3本連続いきますよ。じゃあエールの輪っかジャンプスタート。1本目赤い輪っか、よいしょ、いけるかな。せーの、ジャンプ。
って猫にいろんな質問をしてみます。それではここに置いて私の質問に答えてくる猫をご紹介しましょう。みやこ。みやこは私の後ろから登場です。やってきたのはミックス、お名前はみやこちゃん。さあそれではまず一番最初の質問です。じゃあみやこ、今日の調子どうですか？今日の調子どう？どう？今日の調子ブルなの？そうなの？調子悪いようです。じゃあ調子が悪いそんなみやこにもう一問質問。じゃあみやこ、いつもさ私のあげてるキャットフード好き？キャットフード食べてるご飯好き？ブルなの？いやいや食べてるそうです。やだそうなの？よしじゃあ次は今ご褒美であげているおやつ、お肉をあげていますが、じゃあみやこ今食べてるおやつお肉好き？今日罰しか押さないじゃん。嘘、おやつも嫌いなの？じゃあしょうがないな、今日は究極の質問です。私のことが好きかどうか。おー聞く前に答えてくれました。そうしそうありなんですね、好き。そうだもんね、私のこと大好きだもんね。丸、私のこと大好きだよね。丸丸丸、もう一回、私のこと大好きだもんね。どっち？そんな嫌だ？うん、もう一回、私のこと大好きだもんね。ぴょん。そんな勢いよく教わってもいいじゃない。しょうがないな、みやこ、私のこと大好きだもんね。一個しかないよ。やったー、行きましょう。で、みやこと後でゆっくり話し合います。ということで、猫のっけ先の広さを披露してくれたのはミックスのみやこちゃんでした。どんどん行きましょう。次に使うのはこれ、このボールを使って次は猫のハンティングを見ていきます。ハンティングの様子は一緒ですので、皆さんこのボール見失わないようによく見ていてください。それでは早速チャレンジャーをご紹介しましょう。ウーロン、さあやってきたのはベンガル。ウーロン、ベンガルは山猫に最も近い種類。運動神経は抜群。しっかりと捉えたものを私のところで持ち帰ります。それではもう一度行きましょう。ウーロンのハンティング頑張って。あ、そうなんですね。あ、ほんと見失ってる。まだウーロン、どどどどどど、頑張って。お、見つけたの。探して、じゃあ今のリセットしましょう。足元失礼します。じゃあここ、あ、ありました。じゃあここのボールを失礼して、もう一回チャレンジ、いくよ、ウーロン。さあそれではこの転がるボール、見事ハッピングできるか。頑張って。 OK、 できました。いやあっという間でしたね。じゃあ次はレベルアップです。次はこの空中に浮かんでいる獲物をしなやかなジャンプで両手でキャッチします。猫の身体能力の高さよく見ていてください。さあウーロン、ストレッチ運動ができたらハンティングスタートです。心の準備ができたら、おー、きたいきますよ。ウーロン、この自分に浮かんでいる獲物、見事ハンティングできるか。頑張って集中して、寝てるだけです。じゃあほら近づいてきてますよ。ほら
ショーとかほらほら来ました、見てました、やってきたのは中山、名前はラカちゃんと言います。小さくて可愛いでしょ、これでも大人の猫。それではラカがこの丸太を器用に乗りこなします。まず前足をかけて、そう乗って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 きました。見てください、どうですか、ほらほらほら、すごいでしょ。始まってきたところで一旦止まります。どうでしたか、なんか笑われてるよ、ラパ。じゃあしょうがないな、もう一回チャレンジします。じゃあ今度はここに置きますよ。さあもう一度ラパが披露してくれるようなので、皆さんよく見ててくださいね。それでは肉球ステッキを追いかけてきて、前足をかけたらスタート。そう乗って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 。いやいや失礼しました。この丸太ちょっと落ち着いて、この丸太ラパちゃん後ろ足サボっちゃうようですね。それでは違う道具を使ってバランス感覚を見ていきましょう。じゃあここに丸太を置いておいて、じゃあ次に使う道具はこちら、ボールが出てきたということは、次はなんと猫が玉乗りに挑戦です。じゃあボールここに置きますね。あ、でもラコちゃん帰っちゃいましたね。もう一度呼んでみます。皆さん、あの穴にご注目、いきますよ、ラコ。さあ、さっきのグレーの小さい猫がやってきますよ。お、足跡が近づいてきてますよ。ほら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 、おー、違う猫です。やってきたのはエキゾチックロングヘア、お名前はナツメと言います。今日はナツメがラパちゃんの代わりに玉乗りに挑戦するようです。さあ、玉乗りに挑戦するのは一度きり。皆さんはナツメくんの素晴らしいバランス感覚よーく見ていてください。さあ、それではナツメくん、このボールにまずはスタンバイです。そう、スタンバイができたら、夏目くんの玉乗りスタートです。そう、そう、そう、おー、惜しい。さあ、惜しいですが、これぐらいでは夏目くんはできません。じゃあもう一度、このボールにスタンバイしてもらいましょう。肉球ステッキを追いかけてきてもらって、心の準備ができたら、夏目の玉乗りはスタートです。さあ、それでは夏目くん、しっかり集中力を高めて、なんと自由気ままな姿を見せてくれていますが、このぐらいではできませんよ、夏目くん。よし、じゃあボールここに置く。さあ、それでは皆さん見てください、夏目くんは自由気ままな姿を見せてくれています。さあ、それではね、猫の身体能力の高さ見せるんでしょ、夏目、見せるためにやってきたんだよね。はい、じゃあ迎えに行きますよ。はい、ここ肉球席、肉球席も、はい、送る、どっち送る、はい、やる気だけはあるようです。さあ、それではゆっくりボールに近づいていきましょう。近づかないということはしょうがない。今日は最後の手段です。いいですか皆さん、最後の手段ですよ、めったにできません。さあ、夏目さん、じゃあまずここ来て。よし、じゃあ皆さん、夏目の本気を見てください。いきますよ、せーの、1、2、3、4、5、はい、できました。やったー。ということで、素晴らしい猫の姿を見せてくれたのは夏目くんでした。いやいや、こんな拍手はなかったんです。ちょっとこれじゃ終われないので、しょうがないな。じゃあ違う猫をご紹介しましょう。次の猫は挑戦するのはこちら、この長い長い綱渡りに挑戦です。挑戦する猫、早速ご紹介しましょう。どこからやってくるかというと、こちらの大きな樽にご注目。やってきたのはロシアブルー、お名前はワカワと言います。さあ、それではワカワちゃん、自分でスタンバイをしましょう。座禅階段を一番上まで登ります。しなやか
大切におかげのお客様のお膝の上、猫がお散歩しに行きます。お荷物は筒の下、手はこんな風に後ろで組んでお膝を